こんにちは、こんばんは、レコピン仮面です。今日はですね、万願寺唐辛子とナスとハンバーグを使った炒め物の料理です。これはですね、万願寺唐辛子は結構ね、京野菜で高級野菜ですね、使われてる野菜ですからね、唐辛子の王様とも呼ばれてるんですね。結構いい値段します。はい、これはですね、YouTube 動画の、お仲間の、しょうこさんから、送ってもらいました。とっても美味しかったですよ。それでね、その料理見てみましょう。どうぞ。今日は、しょうこさんからもらったこれですね。これと、あとこれ、ナス。万願寺ってことこれとこれとをざく切りにして、炒めていきます。はい、徐々に、はい、これにですね、今日は特別にその自家焼きデミグラスハンバーグを混ぜていきたいと思います。これですね、1個混ぜていきます。はい、はい、これですね、袋の、どこだ、こっちかな、切れる、はい、ちょっと切れていきます。でタレももったいないんで、よく絞って、はい、でこのハンバーグですね、ここで バラバラにしていきます。こんな感じで、ちょうどハンバーグのですね、タレがちょうど絡まっていい具合になると思います。これにですね、軽く塩コショウを入れます。はい、こんな感じ、できましたね。ちょっと触れました。盛り付けいきます。はい、できました。こんな感じですね。はい、ましたよ。ちょっと厚みをしたいと思います。食べてみます。しょうこさん食べますよ。ありがとうね。うん、おー、うんうん、美味しいです。そんなに辛くはないですね。ナスもしょぼくさんいただきます。うんうん、北海道とちょっと違いますね。うん、
肉厚でなかなかどっしりしたナスですね。はい、それではまたね、バイバイ。